こそ小石田農園へ。小さな石田純一、小石田純一です。トレンディ、今日はですね、小石田農園が今夏野菜すごい育ってきてるんで、どんな野菜が育ってるかちょっと紹介していきたいと思います。レッツ農業ということでね子供が怖いですけども、まあ、これキュウリですね。キュウリやりましたけど、もう結構終わってるんですけど、まだなってますね、こういうところ。ちょっとキュウリ取ります。キュウリちょっとね、テイスティングしたいと思います。今日も取れたてキュウリいきますよ。水ぶしかで弾けてましたけど、あ、みずみずしくてボーノです。マヨネーズ持ってきたんで、マヨネーズにぴったりです。雨降ってきたんで早くね紹介していかなきゃと思いまして、じゃあもっと紹介します。これさつまいも、これは秋ぐらいですね、取れんの。なるほど、はい。これキュウリは結構終わり気味なんですけど、今絶好調に育ってるのがあって。何ですか？あちらです、ナス。めっちゃ育ってるでしょ。ほんとだ。で、これ何だか分かりますちょっと言いかけましたよ正解は、ゴーヤですね。ほら、あ、ほんとだ。いいでしょ、もう取っちゃいますか。これゴーヤ、私が収穫したさ。沖縄バージョンですね。沖縄バージョンですね。ナスも1個ぐらい、1個ずつぐらい取ってきますか。ナス、私が収穫したっぺ。え、なんで田舎もっぽくしたんですかなんか方言言わなきゃいけないからこっちに、今度こっち、まあ、ズッキーニね、前やってこれズッキーニです。見てほしいのがありまして、はい、これね、ここなんだと思います？この黄色い花ですか？黄色い花。ヒントはですね、丸くなってる実が、はい、これが大きくなると、こちら見てください。あ、なんか守ってますね。スイカです。出た、スイカ。これをね、ほら、こっちにもある。あ、すごい、2つある。あ、すごい。こっちも守んないと。ほんとだ、カゴで守ってるんですよ。あ、すごい。なんで守ってるかっていうと、はい、すぐに鳥とかが食べに来るんで。なるほど、はい、これ絶対死守して。じゃあ、そのなんか首に巻いてるよくわかんないやつで守ったらどうですか？ふざけるよ、これなかったら俺誰かわかんないからこれが小石田っていう存在を守ってくれてるんだから俺すいませんすいませんだよ、ほんとに。これスイカね、結構なってる、これ。わ、すごい。あ、さらに、あ、今年すごいかも。あら、いつ もこの段階で結構やられてるんですよ。これはじゃあ今年は山田かつてないほど。スイカだけにじゃないよ、誰がわかんだよ山勝ウィンクの歌歌ったのかさよならだけど、さよならじゃないってバブルですねもっと10代に響く YouTube やりたいです。あ、すいません。で、これ、ここ生姜ですね。あ、生姜。抜くと生姜めっちゃいいっす。へえ。あ、いいですね。じゃあ生姜もいつかやりましょう。はい。で、これがほら成長してる。あら。里芋八つ頭。だいぶ大きくなったでしょ。だいぶ。で、ほら、トウモロコシ。出ました。夏っぽいでしょ。これも成長したら、ほらもう夏だよ。あ、夏。スイカとトウモロコシですもん。田舎帰ったみたいなね。お盆ですね。お盆っぽいことしましょうよ、今度ね、夏、8月ぐらいだったら。お盆っぽいことって何ですかあのナスに割り箸刺すとかですか刺すことやって先祖迎えに行きましょう。あともう一個夏っぽいのが最近できて、はい、ほら、見てこれ、枝豆すごいよ。もうこれも塩で茹でてね、ビール飲んで最高だな。夏ですね。お
モロコシあって、枝豆あって、スイカもあるから。で、トマトまだね、あんまなってないですよね。これも冷やし中華の時入れましたもんね。入れましたね。トマトめっちゃ赤い。いただきます。あ、うまい。トマトの甘みたっぷり、太陽の味がします。トマトの甘みたっぷり、太陽の味がします。ボーノ、ありがとうございます。大丈夫ですね、両方使います。両方使うんかい。積み立て野菜食うのもね、素晴らしいですからね。雨どんどん降ってきて、すごい薪で進めてますけどね。ここ、じゃあこれもなんか、これ何ですか。気づくかな。オクラですね。こんな感じなんですね。はい、こんな感じになってます。すごいでしょ、この羽毛みたいな感じ。本当だ。オクラ、私が収穫しました。オクラも食べちゃいましょうかね。いただきます。はい。パリパリ。筋張ってますね。固っ。ボーノ。いや本当ですか。これちょっと筋がすごかったです。これシシトウです。あー、なるほど。天ぷらとかにするやつね、はい、そう、焼いてもシシトウってあれですね、辛いイメージある。はい、ますか。ありますね。シトは辛くないんですよね。ほぼピーマンみたいな。あ、なるほど。味です。焼いて食べると美味しい。辛いっすか。辛くない。辛くないっすか。ちょっと苦味がある。ほんとピーマンみたいな。なるほど。でもたまに辛いのがあるんですって。なんかストレス感じてるシトは。じゃあこれは今ノンストレス。ノンストレス。で、赤いのあるじゃないですか。あ、本当だ、ね、これも辛そうじゃないですか。でもこれも辛くないんですって、色に関係なく辛いのは辛いんだって。形がいびつで、ちっちゃいやつは辛いらしいです。あ、じゃあちょっとやってみますか。これもしかしたら辛い可能性あります。じゃあ食いますね。はい、辛くあって欲しかったですね。やっぱ持ってる芸人は、そうですね、辛いんじゃないですか、これ。これ辛いんじゃないですか。ごめんなさい、やめといた方がいいんじゃないですか。大丈夫、絶対そんなホルモン辛いわけないですからね。辛いんじゃないですか、それ。大丈夫ですか。おいしい。甘みが出てる、むしろ。シシトウは辛くないわ。飛行機は通るわ。散々だよ、雨降るわ。こんな感じでね、畑やってますんで、まあおいおいいろいろ収穫してまたお見せしたいなと思います。じゃあもうそろそろ紹介し終わったんで、最後もいっぱい一通り食ったんで、はい、デザート。デザート、はい、スモモですね。あ、いいですね。見たことあるな、これ。あ、苦い。まだ熟してないですね。酸っぱ。こっちだな。やっぱ色ちょっと違いますね。いただきます。あ、うまい。すもも完食しました。ドレンジ、うまい。やっぱ雨ビビビビってすごい。こんな感じでね、いろんな野菜続々とできてきてますんで、これからの小石田農園にご期待ください。ドレンジ、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。
トレンディー。